ジョンは、イギリスの王族。ジョージ5世とメアリー妃の逸つで、エドワード8世、ジョージ6世らの末程にあたる。1912年に撮影された、ジョージ5世の子供たち。前列左から、ジョン王子、姉のメアリー王女、兄のジョージ王子。後列左から、兄のアルバート王子、ヘンリー王子、プリンス・オブ・ウェールズのエドワード王子1905年7月12日。 ノーフォークのサンドリンガムハウス内のヨークコテージにて生まれる。同年8月3日に洗礼を受け、ポルトガル王カルロス1世、ギリシャ王大使夫妻、アリス・オブ・オール・バニ、ノルウェー王ホーコン7世、初代ハイフ公爵、アレクサンダー・ダフラが大父母となった。生来自閉症があったことに加え、4歳の時に初めて転換の発作を起こし、以来世間から隠された存在であったため、 1911年の不王の戴冠式にも出席しなかった。病状が悪化した晩年は、サンドリンガムハウス宮殿敷地内のウッドの路上にて、ウバと共に暮らしていたという。兄弟との仲は悪くなく、特に兄ジョージとはよく遊んだとされるが、もともと子供たちにあまり愛情を注がなかった母親との仲は、修正良いと言えるものではなかった。そのためか、ウバにはよく懐いていたという。 1919年1月18日午前5時30分、同地にて13歳で溶接した。サンドリンガムの聖マグダラのマリア教会に埋葬された。イギリス王室の悲劇的存在として近年注目され、彼を主役にした映画も作成されたほか、チャンネル4でも彼を題材としたドキュメント番組が放送された。ありがとうございます。